最初にスキー色事変が発表された時に、あの本当になんかどうなるかなと思ってて、まだあんまり場数が踏めてない状況でのスキー色事変っていうツアーだったんですけど、正直私もダンスが上手い方じゃないし、笑うのが自分の笑った顔がすごい苦手で、やっぱ実際あのデビューライブでちょっと笑ってなくて怖かったみたいな感想がたくさんでもないしいただいて、ライブごとに自分の課題をしっかり見つけてって、じゃあ次のライブではこの曲のここをこうしようとかやって、それをなんかファンの方に気づいてもらえたりとかして、すごい自分の中では9公演通してしっかり成長できたんじゃないのかなって思います。9月26日は今までの集大成をしっかり見せていきたいなって思います。スキー色として初めてのツアーということで、何もかもが初めてだったし、お客さんを入れてのライブも最初の公演の時は 2,3 回目とかだったので、すごくあの緊張してたんですけど、すごくファンの皆さんがたくさん来てくれたので、よりファンの皆さんと近い距離でお話しすることもできてすごく楽しかったです。ファイナルではもっともっと成長した姿を見せていきたいし、最初の MC の時よりは少しずつ成長してると思うので、9月26日のファイナルに今全て持ってるものを出し切れるように頑張っていきたいなって思っています。今まで9公演やってきて、実際に振り返って見てみると、やっぱりみんなダンスとか歌が成長して自信がついてきたのが目に見えて分かったので、すごい次のライブが楽しみだなっていう気持ちでできました。ファイナルに向けて今までやってきたこととか、メンバーみんなで協力してきたこととか、全部実力が出せるように協力して絶対に成功させたいなって思っています。公演を重ねていくごとに自分の反省点を見つけて、試行錯誤をして、なんかいろんな挑戦をしてみたりしたので、自分自身すごく成長できたなって思います。スキー色トロップは結構今まで大人しめの曲が多かったと思うんですけど、ツアーの途中で発表された東京事変でまた新しい一面を見せられたかなと思うので、このツアーを通してスキー色も変化したところや成長したところを見つけてほしいです。スキー色ドロップにとって初めてのファーストツアーだったんですけど、パフォーマンスの面ではもちろんなんですけど、私はダンスがとても好きで、ダンスにばっか夢中になってたんですけど、このツアーを通して声をよく出すように歌ったりとかすることによって、声が出るようになったねと褒めていただくことができて、少しは自信につながりました。メンバー6人でたくさん努力したなって思っているので、回を重ねることに影慣れがついたりとか、東京事変っていう新曲が増えたりとか、一公演一公演に私たちも思いがあるので、それの集大成をしっかり出せるようにしたいなって思っています。これまでスキー色事変を9公演行っていて、単独公演っていうのはやっぱり特別感がすごいあって、毎回成長できてたんじゃないかなって思います。なんかみんなが一つのもののために、好きなもののために同じ会場に集まることってすごいことだと思っているので、本当に来てくださる方は全員一人残らず楽しんでもらえるライブにしたいと思っています。
に包まれたその彩りが今静かに放たれる。この世界はきっと月色にあふれている。月色事変ファイナル、最後の最後まで皆さんで盛り上がっていきましょう。皆さんありがとうございます。盛り上がってますか？イエーイ。
料配信も行っておりますので、よかったらツイッターで拡散してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、早速ですが、自己紹介と今日がいよいよファイナルということで、一人ずつ今日の意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあ、なこちゃんから。はい、水野なこです。今日はスキー色事変ファイナルということで、私にとって皆さんの前でスキー色としてライブをするのが今日で最後になります。後悔のないように私自身精一杯楽しもうと思っているので、皆さんも負けないぐらい盛り上がってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、藤崎ゆきやです。今日が6人最後のステージということで、一生懸命メンバー全員で楽しめるように頑張りたいと思います。はい、串野あゆです。今まで6人で積み重ねてきたことを存分に発揮していきたいと思います。お願いします。はい、立花みなみです。本日までたくさんの公演をやらせていただいたということで、本当に今日はね、ミスがないように終われるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、相田萌です。今まで33回くらいの公演をしてきたと思うんですけど、その中でも一番楽しめるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、南里穂です。もう一言全て出し切ります。よろしくお願いします。改めまして私たちスキー色ドロップです。よろしくお願いします。はい、始まりましたスキー色事変。今みんなに意気込みを語ってもらったんですけれども、今日で6人全員でやるお客さんを入れてのライブは最後なので、今まで以上にたくさんお客さんと一緒に盛り上がっていけたらいいなと思っているので、真ん中のお客さんはたくさん声を出して全員で振りコピーして楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。それでは次の曲いきたいと思います。作って、カボチャの馬車に連れ戻る。
めない夢を私が描くの。世界に連れて行くよ。
今日でファイナルを迎えます。6人のスキーのドロップ、みんなしっかり目に焼き付けて帰ってください。その後盛り上がっていきましょう。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、スキー色事変、ボリューム1、ボリューム1から約2ヶ月間、ライブをやってきたんですけれども、この2ヶ月間で何か変わったこととか、成長したこととか、メンバーに聞いてみたいと思います。まず、りほちゃんから。はい。最初の公演の時は、お客さんを入れてのライブが2、3回目とかだったんで、なんかすごく緊張してたし、MC も初めてで、もうね、最初ぐったぐだでね。でも今はこういう風に喋れるようになったりとか、あとは、なんかお客さんも最初、ソーシャルディスタンスを守って全然立ってくれなくって、で、それから呼びかけて、なんか今は何も言わずになんか立って盛り上がってくれるので、こうお客さん、ファンの方と、私たち全員で作り上げたスキー色事変だったんじゃないかなって思います。はい、じゃあ次みなみちゃん。はい、私はやっぱり最初から歌もダンスも本当に苦手で、あんまりなんかうまくできないなってことが多くて、なんか成長できたのかな本当に自分ってすごい最近考えることが多かったんですけど、やっぱりファンの方からたくさんいただいたりする言葉がいっぱいあって、自分でやっぱりちゃんと成長できてたんだな、間違えてなかったんだなってしっかり思えて本当に良かったなって思います。本当にたくさん公演来てくださった皆さんありがとうございました。それじゃあ最後になこちゃん。はい、スキー色事変約2ヶ月かけて今日がファイナルなんですけど、私はパフォーマンス、リホちゃんと被るんですけど、パフォーマンスはもちろんなんですけど、 MC がとても成長したんじゃないかなって思います。あんまり人前で話すの得意じゃなかったので、なんか今こうやってたくさんの人の前で話してるので、そこは成長できたんじゃないかなって思っています。そして今日のスキー色事変ファイナルが、私がスキー色ドロップとして皆さんにお会いできるラストライブになりました。昼の部ではちょっと泣いてしまってうまく話せなかったので、ちょっと私の思いを少しお話ししようかなと思います。スキー色ドロップとしてデビューしていく3ヶ月ちょっとで、デビュー前の期間がすごく長かったのもあるので、もっと長い時間をスキー色で過ごしているような気がしてるんですけど、最初は本当になんか全部わからないことばっかりで、初めてのことばっかりで、兵庫から上京してきて一人暮らしするのも初めてで、私は歌もダンスも未経験からのスタートだったので、本当になんか目の前のことをただ淡々とこなすって感じだったんですけど、最初はある程度ライブやイベントにたくさん出させていただくようになって、今の自分のいる場所というか立っている場所がすごくはっきり見えるようになってきて、ブログの方にも書かせていただいたんですけど、私が感じるアイドル像とスキー色のこのグループの方向性の違いというか、ちょっと違和感を感じることが増えてきて、スタッフさんと相談、たくさん相談して今回決めた決断が卒業という形になりました。本当に突然の発表で皆さんびっくり、皆さんのことびっくりさせてしまったと思うんですけど、私もともと集団行動とか本当にあんまり得意じゃなくて、馴染めないことも多くて、メンバーのみんなにも迷惑をかけたこともあったと思うんですけど、そういうところもなこらしいねっていつも支えてくれるファンの人が私のそばにはいつもいて、みんなの見せてくれる笑顔だったり表情だったり本当に全部大好きで、なんかこのグループに思い入れがないわけがなくて、本当にこの3ヶ月間自分にもう後悔はないって言い切れるぐらいたくさんライブをしてきてやりきったなって思えているので、これからのスキー色の活躍を本当に応援して
います。そしてスイのなこ自体を終わらせる気はないので、わがままかもしれないんですけど、これからもなこのことを見ててくれたら嬉しいです。今日は来てくださって本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。僕の宝物どこにいたって変わらない幸せ。
影を歩いてた。こっちの機嫌なの気にも止めない、そんな太陽のような眩しい光で何かが変わった。そうか、優しさのバトン君から僕へ。遅れが普通だって歌うんだ。腕の奥で輝く欠片を取り
手にしてんだ。きっとそうすればほら楽になれるから、進みたい進めない元の理由は君の中のアンサー。ずっと目を背けるか一歩踏み出すか、背負うことや見たことない事実を不幸だとか過半じゃないんだって確定した。流されて生きるだけ何を残せるのだろう。孤独になることも必要だって思うんだ。いい子だねと言われることが比べてる、そんな曖昧なもので変わりたい、取れない自由でありたい、ただそれだけなのに、そっと息潜めては君を歩いている。一人じゃ刺されない愚かな群衆の声に惑わされて、どこへも行かぬまま今を終えるのか。
ありがとうございます。以上私たちスキーロドロップでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます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 。それではファンの皆さんの前で最後に6人で披露する曲です。聴いてください。
私たちスキーロドロップでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございまし ました。ありがとうございました。ショールームを見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。6人のスキールドロップしっかり見納めできたでしょうか。またいつかどこかでお会いしましょう。バイバーイ。